マイネル・ミラノは日本の競争馬、乗馬、アテウマ。3歳までは未勝利戦の一勝にとどまっていたが、小馬となった4歳で6回出走し、1着4回、2着2回の成績を残してオープンに昇格。その後29回重賞に出走。重賞11回目に丹内有事の起場で臨んだ2016年の函館記念、花を奪ってそのまま逃げ切り優勝した。 重賞一勝のほか、福島民放杯、ともえ賞とオープン競争を二勝など、通算8勝を記録した。馬名の由来は、冠名と、スペイン語で、飛び。新馬未勝利2012年8月5日、新潟競馬場の新馬戦で、柴田大地と共にデビューし発着。その後2歳未勝利戦に4回出走するものの、勝利することができなかった。年が明けた2013年、 3歳未勝利戦に参戦して3戦目、4月14日の中山競馬場の未勝利戦に、単勝オッズ3.0倍の一番人気の指示のもと、出走、後方に半馬身つけた一着。通算7戦目にして初勝利を挙げた。500万下5月4日、東京競馬場の500万下から4レース連続で、距離がマイルの条件のレースに出走したが、いずれも振るわなかった。 11月24日には、芝の2400メートル、12月14日には、格上挑戦で1000万下のマイル戦に出走したが、同様に振るわず、盆走を続けた。2月17日に指導し9番人気で出走し、1着とタイム差なしの2着。そして3月9日、中山競馬場で1着となり500万下から1000万、下に昇級した。4月20日、 六夜山特別にて、単勝オッズ2.1倍の一番人気で出走。スタートから花を奪って先頭に立ち、後方に0.9秒離して1着。2連勝となった。6月1日、3連勝を狙って、東京競馬場の紫賞に出走するが、0.1秒、離された2着。再び高級して7月12日、福島競馬場の松島特別に、 単勝オッズ1.6倍の一番人気の中、出走となった。後方に一馬身2分の1離して一着となり、通算4勝目となった。間が空いて、冬になり12月14日、中山競馬場のミホステークスに、同年2月から継続して起乗してきた、柴田大地から戸崎慶太に乗り換わり、単勝オッズ2.0倍の一番人気で出走。レース序盤から先頭に立ち、 最終コーナーまで戦闘を保ち続け、直線で後続の追撃を封じ、後方には一馬身4分の1離して、勝利、2連勝及びオープンクラスへ昇級することとなった。なおこの勝利は管理する、相澤沢薫調教師の JRA 通算300勝目となった。1月4日、中山金牌で、指導、3連勝をかけての出走で、単勝2番人気に押されたが、 15着に沈んだ。その後4戦し、3月14日の中日新聞杯で3着となるのが最高着順で勝利できなかった。7月5日、函館競馬場の友江賞に出走した。単勝2番人気に押され1枠1番から発送、内側から花を奪いそのまま逃げて、最後の直線に侵入した。後方も足を伸ばしたが、差が縮まらず、逃げ切って勝利。 最終的に後方に2馬身2分の1差をつけた。起乗した単内は、花に行けると強いですね。ペースを落とさないように気をつけて乗りましたと解雇している。続けて、函館に滞在し函館記念に臨んだが、発着に終わった。9月6日、新潟記念に参戦。単勝オッズ16.2倍の9番人気と人気を直近よりも落として出走。 スタートから先手を奪ったが、第3コーナーの手前で花をアーデントに譲り2番手に控えた。しかし、最後の直線に侵入したところで先頭を奪い返し、後続と差を広げた。そのまま押し切りを図ったが外から追い上げてきたパッションダンスに頭ささし切られて2着となった。その後オールカマー、福島記念チャレンジカップと出走した。福島記念で五着になったものの、 オールカマーやチャレンジカップでは着順掲示板に乗ることはできなかった。4月の福島民放杯で始動2016年の4戦目となる7月17日の函館記念に出走。単勝7.4倍の3番人気の指示を受けた。スタートから花を奪い戦闘で逃げると、最終コーナーまで戦闘を保持して直線に侵入。馬場の内側から、 KT プライドが足を伸ばしてきたがにばしん話、逃げ切って優勝、重賞初勝利となった。起乗した短内は、故郷の函館競馬場で重賞初勝利し、4コーナーでも余力十分でこれなら勝てると思いました。中学生の時から、この地元函館で重賞を勝つのが夢でした。ファンの応援は嬉しかったです。勝ったらウイニングランをしようと決めていました。 最高の気分でしたと振り返っている。9月4日、新潟記念に単勝5番人気で出走したが、発着に終わった。2月26日、中山記念から指導し9着。その後、4月16日の福島民放杯に、トップハンデの負担重量 57.5kg を課せられて、単勝オッズ13.2倍の7番人気で出走。 レースでは2番手でレースを進め、最終コーナーで先頭に抜け出すと、5番手で先行したフェルメッツァや後方から追い込んだサンデーウィザードを封じて勝利。その後、2017年6月のエプソムカップから2019年1月のアメリカジョッキークラブカップまで重賞に15戦出走した。2018年のアメリカジョッキークラブカップで勝利した。 ダンビュライトから0.4秒離された3着に入った以外は回に沈んだ。2019年1月20日のアメリカジョッキークラブカップで9着となったのを最後にレースで以前の行きっぷりが見られず救済という年齢からも変わり目を期待することがは難しい状況であると陣営が判断し1月23日に競争馬登録を抹消引退することとなった。 ビッグレッドファームにて、繁殖シーズンには、当て馬として、それ以外の時期は、新人スタッフの研修用の乗馬を務めている。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。マイネル・ミラノが、引退、乗馬へ、ニュース、JRA 競争場検索。www.jra.go.jp。2020年1月21日閲覧。 2歳新版2012年8月5日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月29日閲覧。ab3 歳未勝利2013年4月14日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com。 2020年1月22日閲覧。3歳500万下2013年5月4日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月29日閲覧。3歳500万下2013年5月19日、競馬データベース -netkeiba.com。Net db.netkeiba.com2020 年1月29日閲覧3歳以上500万下2013年9月29日競馬データベース -netkeiba.comdb.netkeiba.com2020 年1月29日閲覧3歳以上500万下2013年10月20日 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月29日閲覧3歳以上500万下2013年11月24日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月29日閲覧3歳 以上1000万した2013年12月14日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月29日閲覧。4歳、以上500万した2014年2月17日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com。 2020年1月29日閲覧。4歳、以上500万下2014年3月9日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月29日閲覧。ロケや山特別2014年4月20日、競馬データベース -netkeiba.com。Net db.netkeiba.com 2020年1月29日閲覧紫賞2014年6月1日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月29日閲覧 ab 松島特別2014年7月12日 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月29日閲覧 abc m i h o s t e 二2 0 1 4年12月14日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月29日閲覧 相沢香織カオル調教師、JRA 通算300章達成、競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp。2020年1月23日閲覧。日刊スポーショー中山金杯2015年1月4日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com。 2020年1月29日閲覧。中日新聞配2015年3月14日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月29日閲覧。共栄賞2015年7月5日、競馬データベース -netkeiba.com。Net db.netkeiba.com 2020年1月24日閲覧。ともえ賞、マイネルミラノが逃げ切って、オープン初 V。予想を tb、サンスポー、コム2020年1月24日閲覧。ともえ賞、マイネルミラノが逃げ切る競馬実況ウェブ、ラジオ日経。keiba.radionikkei.jp 2020年1月24日閲覧。函館記念2015年7月19日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月24日閲覧。abc、新潟記念、パッションダンスが、接戦制して V 予想を t v サンスポー .com 2020年1月24日閲覧福島記念2015年11月15日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月24日閲覧チャレンジカップ2015年12月12日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月24日閲覧産経賞オールカマー2015年9月27日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月24日閲覧 AB 箱館記念2016年7月17日 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月29日閲覧 ab マイネルミラノが逃げ切り念願の重傷発生派函館記念競馬ニュース netkeiba.com 2020年1月29日閲覧マイネルミラノ重傷発 v 丹内は故郷に 錦式、箱立記念曲馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。2020年1月29日閲覧。箱館記念、マイネルミラノが、重症発生派競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp。2020年1月29日閲覧。 新潟記念2016年9月4日、競馬データベース -netkeiba.com、db.netkeiba.com net、2020年1月29日閲覧。中山記念2017年2月26日、競馬データベース -netkeiba.com、db.netkeiba.com。 2020年1月29日閲覧。ABC、福島民放廃2017年4月16日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月29日閲覧。エプソムカップ2017年6月11日、競馬データベース -netkeiba.com。Net db.netkeiba.com 2020年1月29日閲覧。ab アメリカジョッキー C2019 年1月20日、競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月29日閲覧。アメリカジョッキー C2018 年1月21日、 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月23日閲覧近況ラフィアンターフマンクラブ www.ruffian.co.jp 2020年1月29日閲覧マイネルミラノ号が競争場登録抹消 JRA jra.jp 2020年1月29日閲覧コラム版マイネルミラの第2の生も大忙し競馬ヘッドライン2020年1月24日閲覧マイネルミラの競争場データ NETKEIBA.com 2020年1月21日閲覧ありがとうございます